皆さんこんにちは。三十一歳寺島純太です。皆さんこんにちは。二十六歳三沢さちかです。寺島純太と三沢さちかの小説家になろうナビ。この番組は寺島純太と三沢さちかの二人が小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップ。その作品のあらすじ読みどころ、僕たちならではの色で紹介。MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきます。九月二十九日開催の公開収録イベントまで突っ走ります。はい。なぜか年齢を。 <laughs> まあ、なぜかじゃないんですよ実はですね、はいあのー、先週お誕生日だったんですよね先週の放送日が <laughs> そうなんさんのお誕生日で実はねこの番組何にもお祝いせずスルーしてしまったんです、あのー、本当に申しし訳ございませんでしたあのね収録日がね結構前で、うん、あの本人である僕も、うん、誕生日当日の放送会って全く意識しないで普通に収録して <laughs> 実は当日放送してたっていうね衝撃の。何にもね触触れるかな触れるるかかななっってきっと ね、思ってた人もいると思うんですけど、何にも触れずに終わりましたけれども。も逆サプライズですよね。もうはい、じゃあ一週間遅れで、たくさんメール来ていたので、何通 <laughs> か読みたいと思います。ますえム、ー、ーさんからいただきました。えー、もうメールの題名がね、ずんさんハッピーバースデーって書いてあります。ますえー、毎日暑いですが、体調崩されたりしていませんか。八月十一日の日曜日はずんさんのお誕生日でしたね。おめでとうございます。収録に間に合うかはわかりませんが。ごめんね、読んでなかっただけなんだけど。えー、遅れてでも、伝わればいいなとメールさせていただきました。<laughs> ずんさん、三十一歳の一年、どんな風に。 過ごされたいですか、えー、かっこ悪いネタ 豊富なずんさんが大好きなのでそのままでいてほしいですえー、今日はずんさんのイベントに参加しますのでナローナビリアタイができませんが後でしっかり聞かせていただきますっていうムーさんだったりとかゆーたらさんもえずんさん誕生日おめでとうございます、うん、えお誕生日当日にナローナビ放送だと気づきメール送らせていただきました <laughs> みんな似たような感じですねえー、新しい毎週新しいずんさんの一面に触れることができてとても嬉しいです三十一歳の抱負ありましたらお聞きしたいですコンペイトーさんからもね、あのー、いただいておりまして、えー、ずん お誕生日おめでとうございます。ますずんさんにとって素敵な一年になりますようになどまあいろんな方から読みきれなくて申し訳なんですけれども。い、ませんありがとうございます。いただいておりまして、いいい嬉しいですねこうやってねたくさんお祝いしてもらえると。抱負とかあるんですか。そうですねあのー、もうずっと言い続けて全く実現してないんですけど。あの健康診断にね全く行ってないんですよ。やばい私もだけど。そうなの言えない。 この業種本当ありがちなんですけど、うん、の普通の会社ってねあの会社で年に1回健康診断とかあったりするんですけどそうそう我々個人だから個人事業主だからね<う>事務所で受けろとかないんですよね別に。まあ、あるとこもあるかもしれないけどあ<ー>まあ、ね、私たちはじゃないのでそうなんですよ。なんでなんかね去年30歳になった時も、うん、もう30で若くないんであの健康診断とかね行きたいですねみたいなこと言って。 ってたまま1年経ってしまってらららら結局行けてないのでいやいい加減人間ドックとかね、うん、行かないとちょっと怖いなっていうのはあります、はい、心配でらで結構時間かかるんですもんねなんか予約 <laughs> もしなきゃいけないし一 1>, 1日がかりだったりとかいっぱい検査項目があるとうん、うん、したら1日休みもらわなきゃいけないから間違いなくねオフを頂い,いて NG を取って、うん、であと前の日からあれなんか食べちゃいけないん、ね、あるあるあるね飯をね そうって言ったら飲み会とか先輩に誘われたら断らなきゃいけないし、うん、断らあさちょっと健康診断ですいませんって言わなきゃいけない本当かよってなりますよねなんか、ね、<laughs> 嘘っぽくないですか <laughs> 確かにちょちょっとなんだろう嘘っぽいよねなんか俺と飲みたくねえだけじゃねえのかみたいな気分になりそうな,な気がしないでもないですけどでも便利かもしれない健康診断だからすいませんで断るんだ全くないんすよずっとお前どっか悪いのか健康診断してるっていう何精密検査第二段階行ったか いや本当大丈夫かお前っつって悩んでないかってか思い込んでないそうですよね。でもねまあでもこっちの1年のうちにねちょっと行きたいと思いますのでぜひ行ってください。ということでガラッと笑いを変えましてこの番組がねもう20回目なんですよ。と早いですねということでお互いに遠慮なくなってきましたなんてこと書いてありますけど結構ねあけつけにいろいろ喋ってますけどこれね遠慮なさすぎ いいかと思うんですけど、うん、えっとねカバンの中身どんな持ち物見せてっていう台本が書いてあるんですよいやいいんすかこんなの大そっか女性声優さんですよ今をねときめくキメイそこまでときめいてはないけど <laughs> いやいやそんなね女性まあそもそも女性のカバンの中身はね禁断の層ですから見ちゃいけないですよいろいろ入ってますからいけないものはね特に入ってないですけどあ入ってないんですね、うん いやプライベートですよ見せてくれるめちゃめちゃあさってるポーチ何の躊躇もなくザーミさん見せてくれてますポーチはい出てきたこれ充電のなんですかあはいはいはいコードとかいろいろ入ってるやつはいはいモバイルバッテリーねポーチも全然あのリップとかなんかめちゃめちゃ見せてくれる全然全然恥ずかしくないからねこの人めちゃめちゃ見せてくれるあと何かの時用の OS ワンあ OS ワン出てきたいいですね今ね財布財布ま財布まで出てきた財布全然。 財布あといろんな薬が入ってるケース。めっちゃ出てきてもうん、悪い悪いよ悪いよ。いよあとこれはね私の熱中症対策ケースでですね。うん、すげえなちゃんとしてるな。あのタオルにあアイスの氷をこうはい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 ふるやつ。あと誰かまあ自分もですけどあのあー。 ヒアロンね。ヒアロンが入ってたり、あの体を拭く。めっちゃ出てくるじゃん。ミント的な香りがするやつとか。やっぱね、暑さ対策はしっかりされてるんですね。塩飴。塩飴。えっと、熱冷まし。めちゃめちゃ熱冷まそうとしてるね。暑い、私本当暑いの苦手で、あとはこれですね。はい。あ。漢方的な。ねんじゃんってやつかね。そうです。結構声優さんとか歌手の方が、喉がやばいって時に、頼る。なんていうんですか。 あ、飴を溶かしたような、まあ、うあの喉にいいね、うん、あの蜂蜜みたいな感じで、あれを、いつもカバンには入れてます。素晴らしい。でも私、<あ>全然喉強いんで、一切使わないんですけど。あ言ってましたよね、喉全然壊さないって。そう、でも誰かがこう、収録中に、あ、やばいなって時に、入、はい、って出せるように、いつもカバンには入れてます。すごい人のために。すごいね。そうですね。あ、でも、すごい、なんか、あ、でも全体的に、なんかちょっと赤色の。<laughs> あ、そうかも。ちょっとね。 だか暖色のポーチとかがね多いですね赤が好きなんです多分カバン自体は黒いリュックなんですけど、うん、赤いポーチとか赤いカバンとかいっぱい本当でですすねね赤多いです、ね、なあの結構中でぐちゃぐちゃになっちゃうんで、うん、ポーチを細かく分けて、ね、ポーチが3つも出てきた。<う> <laughs> あ4つかそう何用のポーチかっていうのを分けながら薬用のポーチポーチを分けながら暮らしています,すごいでもこれお女の子って感じですよねあのー 男ってポーチ全然持たなくないですか。でもグッズでもらいません。なんかすげえもらっちゃって。いや、使うか<ー>みたいな。確かにグッズでも、だから俺はその男の中でも多分ポーチを持ってる方だと思うんだけど。うん、あの二個ぐらい、そのやっぱモバイルバッテリー用のポーチと、そういういろいろ薬とか入ってる用のポーチ。うん、でも2個ぐらいはいつもリュックにはね、入れてるけど。うん、入れない人は本当全然入れないからね。入れないと、なんかわけわかんなくなったり。うん、ぐちゃぐちゃになる。ぐちゃぐちゃになったりするのが嫌で。 あと何が入ってるかわかんなくなっちゃうんですよでポーチが空だとおかしいぞってなって朝あ入れなきゃって言って充電しっぱなしの携帯充電器を入れたりとか忘れ物防止にも私には役立っててこんな感じですいつもい<や>荷物多めかも確かに多い あでもねやっぱね男って本当に持ち物持ち歩かなくて<ー>俺ですら多いってめちゃめちゃ多いって言われるのね今日はね普通のあのサコッシュサコッシュで俺はねめちゃめちゃあれだよもうこの映画の。アポーチだ でもこれあのマーベル可愛い結構大きめのいろいろ入りそうな街もすごい深めのでもこれ当にあにモバイルバッテリーとかモバイルバッテリーかくないモバイルバッテリーはこれねノートパソコン丸々1台充電できるぐらいのかそう2万二万のやつ入ってるすごでこれがいろいろ USB とかあと C タイプの USB とかも充電できるコンセントの代わりですね そうであとはもう普通に両方使えるこのコードがいっぱい入ってますねやっぱり僕ねもう常にゲームをやってるんで携帯であもう充電が切れるのが何より怖いんですよもう充電切れた瞬間にもうすぐ家帰りたくなるんで死ですよね充電切れるイコール充電切れたら死本当に乗り換えも検索できないしそそそうそうそう次の仕事どこだっけもう全部携帯なんで本当に電源つながったらないとやばいですよねであと本当普通にパンパンのいあの領収書でパンパンの財布はは <laughs> ですか財布はそう青ですねしかも長財布ですね長財布ですねこれを入れすね長財布が好きですかなんか男性ってやっぱちっちゃめなイメージがあるんですよそうそう三つ折りとか二つ折りとかでうん 折ってるそしてしかもカードとかもあんま入ってないみたいなイメージがあるんですけどそ本来ね、うん、その昔は全然もう100均とかで買ったあのペラペラの財布を使ってたんだけど、えーはい、だんだんそのポイントカードとかあと領収書をもらうようになって、うん、領収書入れをもらえばいいんだけど買えばいいんだけど、うん、やっぱどうしてもパッと会計した時って領収書がすぐこう けあの財布に入った方がいいかなと思って徐々にこう長財布になっていってかに、うん、だか今ほぼ領収書とかあと何、ね、あの診察券とかポイントカードとかでパンパンになってます <laughs> パンパンなんだ、うん、整理する時ないんですかなんか意外ともうポイントカードの期限切れてるやつとか半年に一回ぐらい整理しますあ結構、うん、結構なスパンですね ABC マートのポイントカードめちゃめちゃ持ってるもん <laughs> なんでめちゃめちゃ持ってるんですか <laughs> 行くたんびにポイント ポイントカードありますか?」って言われて「俺ポイントカードめっちゃ持ってるくせにポイントカードありますか?」って言われるとなんか嘘ついちゃうんですかいやなんかそ出すのがめんどくさくてぐっちゃぐちゃになってるから「あちょっと待ってくださいねえっとどこだったかな」ってそう、レジ前でやるのがすげえ恥ずかしいし後ろに並んでる人が「何やってんだよ」ってなるのが嫌だからいつもなんか「あないです」って言うと「 あじゃあお作りしますねみたいな感じででそれをあいいですとも言えなくてなんかもう作られちゃってパン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 ってなんかスタンプをされてだから ABC マートのその最初のところにスタンプが大体五六個押されてるやつが今家に大量にあるんですよえそれって合算できないできるできるできるだから勇気を勇気を出してちょっとこれ合わせてもらえませんかって言えばいいんだけどその人絶対覚えてますよこいつめっちゃ貯めてんなって思いながらあわかりましたポン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 そうそれも恥ずかしいなんかどんだけ貯めてんだよみたいなのは恥ずかしいからもう一生言えない <laughs> 絶対お得になりますよ <laughs> それ全部集めたらそうなんだねエビシマートいいよね割引になるしねもう絶対一足ぐらい買えますよ買える絶対買え <laughs> 超持ってるもん <laughs> はいということであの分 <laughs> けつけすぎて面白いですけれども、はい、私たちのファンも初めて聞くようなトークだったんじゃないでしょうか <laughs> うです、ね、はい 改めまして皆さんこんにちは寺ですさんんこにちは三沢幸子です。はいということでなんかね先ほどねカバンの中身もねいろいろね見せていただいたんですけども最近ねあのツイッター見てたらなんざわみさんがですねウェディングドレスを着てもうバッチリ決めてる写真がねあのツイッターに上がってましてえついにご結婚ですかって思ったんですけど。 これ違うんですよね番組でねその結婚式についていろいろ語ろうみたいな番組がありましてうん、うん、そこに呼ばれたゲストはですねあの、うん、動画付きのラジオだったので自分が着てみたいウエディングドレスなりタキシードなり、えー、なんかこう白むくなりを言ってくれたら、うん 番組で用意しますって言われて、私はウェディングドレス真っ白いやつ、うん、まあカラードレスとかも選べたんですけど、真っ白いやつ着てみたいですって言って用意してもらってきました。うん、いやー結構ね、うん、あの貴重というかなかなか見られないですよね。初めてですよやっぱりこんな格好するのは。うん、ウェディングドレスね。ね、すごかすごかったです。もうきう重い。 重い。なんかもうやっぱなんかいろいろなんかビーズみたいなのついてたりとか、布もすごい量使ってるから、うん、歩きづらいし重くて、これは大変だなと思いました。<laughs> 花嫁さんたちは。そうか、だってなんかスソートかね、あのウェディングドレスの一番端っこの方なんか持ってる、うん、持つ係みたいな人い、ね。いいますもんね。うん、そう、もうスタッフさんにちょっと。 スカート一緒に手伝ってもらって持ちながらじゃないと移動ができなくてメイク室から収録の部屋までも一人でも移動できないっていう。ええそんなもんだ。やってみなかったらわからなかったことですね。ああそうですよね。なんかその男性はほら基本タキシードだったりするじゃないですか。でもぶっちゃけのタキシードってその結婚式じゃなくてもまあ気をとめば着れるというか、まあスーツっぽいし。そうそうなんか礼服とそんなに変わんないっていうかありますけどやっぱ女性はねウェディングドレスっていうのはやっぱ本当に結婚中 ないとねなかなか着れなかったりコスプレとかでも軽い気持ちでこうドレスってねレレンタルででででききなないいすすかからドス自体は歌手活動やってる時とかにいろいろ着たりもしましたけどそれで結構動きやすさ重視で布が型紙が作られてたりとか私のためだけにスタイリストさんが作ってくれたりとかあと脱ぎ着がしやすいように後ろにチャックがついてるとかマイクが入れられる場所があるとかレシーバーが入れられる場所があるんですけど。 こういうのじゃないので、うん、後ろでこうなんか着ぐるみみたいに脱げないし、もうすごい大変でした。<laughs> いやあ貴重なね経験で。でもすごいあのー、夢が広がりました。あ夢がね。うん、なんか最初なんか全然ないっす、その希望なんてないっすって言ってたんですけど、なんかこういうのどう、こういうのどうって言われたら、うん、あそれやってみたいとかこれはいらないわ自分にはそのプランみたいな感じで、だんだん言われたらなんかこう具体的に夢が。 作れるといううかいや本当そうですよ、ねあのうん、僕その地元の友達の結婚式とかね、うん、あとはその業界の先輩の結婚式とか、うん、何回か行ったことあるんですけど、うん、やっぱそのやる人によって全然こう結婚式の毛色というかねプランが全然違うからでやっぱその人たちならではのこう、うん、催しというかねがあったりとかしてあ結婚式って本当にまあまあもうなんだ晴れ舞台ですから、うん、まあその人たちの本当にこう我々夫婦はこういう方向性で行きますみたいなのを、うん、<laughs> お披露目する場でもあるから。 ね、あーそっか,ーそかーと思って大変そうだけど、まあ、やったらやったらすごい楽しいのかなーってねー思いますけどまあでもたまにあのそのウェディングその何結婚式の方向性でめっちゃ喧嘩するっていう、うんうん、言いますよね。っ <laughs> てと友達が本当にもう結婚式理由で離婚しそうになったって聞き やっぱね温度差ありますから女性と男性で女性はこう、うん、多分ちっちゃい頃から夢があったりする子もいるし、えー、でも男性は別にどこでもいいよとか言っちゃうとどこでもいいって何ってなっちゃってもう喧嘩ですよねね,ねそうだよね,ね誰まで呼ぶかとかねあそうそれ俺ねあの結自分が、うん、あのもし結婚するってなった時に一番困るのはそこだと思うんですよそれ大変ですよね誰をよどこまで呼べばいいのっていう、うん、その どうすんだろう。呼ぶ範囲ってめっちゃみんなどうやって決めてんのかなって,思って,て難しすぎません？ね<え>なんかギリ呼ばなかったけどすごいまあお世話になってたとか、十、うん、年ぐらい会ってないけどって人とか<う>連絡先実は知らなくてとかがあって、うん、現場で会っちゃった時にいや結婚しました。なんで教えてくれなかったのって言ったら。ね <laughs> すいませんってなっちゃう気がするそ,その時だってさもしすごいレギュラーやっててさ、うん、もうみんななんかアットホームみたいな、うん、みんな家族みたいなすごい雰囲気のいいさあのアフレコ現場があったとしても、はい、そ呼ぶ呼ばないですげえ亀裂が生じそうだもんね生じそう私呼ばれたみたいなえ私呼ばれてないみたいなうわーやばいだってもう全員呼んだらすごい数になっちゃうじゃないですかねえほんとだよだからあとなんか準レギュラーの人はどうするのかみたいなそう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 ,そう,そう、ね、毎週出てるメインキャラを呼ぶとして、うん、でもなんか 数ヶ月に一回出てくる敵キャラでいるんだよなとかどうしようみたいになりますよね事務所の後輩どこまで先輩どこまでとかお世話になったプロデューサーさんとかも数えたらキリがないじゃないですかそういうなんかもういろんなことをぐるぐるぐるってなんか多分考えるぐらいだったらもう最終的に俺は結婚しないめんどくさいそこなんだ身内だけでやりますとかじゃないんですねいやもうめんどくさいからそこもやなんだ結婚しないっすっていう <laughs> そこまでいくのかそれはすごいですけれどもねでもまあ,、はい、あのそういう楽しい撮影とかも三沢はしてきたりもしたんですけれどもはいまあねそんなね、えー、先日かわいいウェディングドレス姿もね公開されたね、うん、ザーミさんにも会えるいや別にウェディングドレスに行くわけじゃないですよ <laughs> 公開収録イベントのお知らせでございますはいえー、祝小説家になろう15周年寺島淳太と三沢幸かの小説家になろうナビ、えー、朗読も歌もやっちゃうよと。 いうことなんですけれども。はい、ええ九月二十九日の日曜日ですね。はい。ええこちらお昼ねえ十四時え会場の十五時開演でございまして場所は松下 AMP ホールになります。はい。ええこちらですねまあイベント内容としましてはまあタイトルにもある通り生朗読ええそしてえ我々の生歌ええそれ加えてえナロー作家さんたちをですねお呼びして我々二人とえトークうんね作品のこととかねまあ小説書小説を書 臭いのねいろいろそういうその人のアイディアであったりとかいろんなどうやって書いてるのかとかいろいろ聞きたいですよね書いてる時どこ部屋で書くんですかとかそういうなんか本当に私たちはやっぱ分からないじゃないですか全然作家さんのことってウィンドウズですかマックですかあ確かに聞きたい地味だけど聞きたい携帯で書きますみたいなそうですね iPhone ですかみたいな n d r ロ i d みたいなとかか思いついたらどうするんですかみたいな全裸で一回出てパソコンの前に向かうんですかとか聞きたいもん。アアイディメモ帳見せてください ね、ありキャラクターの名前どうやって思いつくんですかとかいろいろ聞きたいことありますからね。ぜひ皆さんのナロウサッカーさんになりたい人も、今ナロウサッカーを実はやってるよっていうリスナーの方も、ねあとナロウサッカーさんから出てきているアニメを見てるよっていうただのアニメファンの皆さんでも、あと私たちのファンでも全然みんな来てほしいなと思っております。来てほしいんですよ。あのね無料で来られるイベントになっておりまして、事前応募制なんですよね。で9月9日の23時59分までが応募締め切りとなっておりまして、この締め切りまでに にえー、えー、と応募してくださった方だったら、うん、当選した際にはもう無料でご招待しますので、はいえー、どんな方でもね来ていただければと思います。はい、うん、ぜひ皆さん M.P. ホールで会いましょう。お願いします。さあそれでは8月のナロー作品行ってみましょう。はい今月ピックアップしている小説はこちら。悪役令嬢の執事様。俺が育てた彼女はとても可愛い。 1>, 第1話完結の短編恋愛小説です人気作品で読者からの反響も大きく短編から長編化され、えー、連載も始まっています<ー>作者はヒーローのアメさんでございます あらすじとしましては、えー、前世の記憶を取り戻した主人公シリル男の子なんですけれども、えー、自分が前世でプレイしていた乙女ゲームの登場人物悪役令嬢ソフィアの執事であるということに気づきますこのままだと王子をヒロインに奪われたソフィアが闇落ちして処刑されてしまうお気に入りになったソフィアを救おうと考えたシリルは執事として彼女が闇落ちする要素を排除し王子の愛を勝ち取れるような彩色剣美の令嬢として大切に育てることになります。うん、そしていよいよよ闇落ちへと向かうきっかけのパ パーティーの人なり、うん、というねそうなんですよ感じでございますまあ若いですね登場人物がねね <laughs> 若すぎる。若すぎてちょっと私心配ですよね。六、うんね、歳やりましたからね。ね。ののそ,うそうそうそう。<laughs> 頑張れるかな、今日も。えー、今回はね、まあ、ちょっと成長してね、あの十二歳ぐらいになってるんですけど、以前、以前若いですよ。そうですよ。はい、ということで、朗読部分は原作 M. B. S. ラジオで脚色しております。小説家なろで読める原作はまた違った色がありますので、そちらでもお楽しみいただけたらと思います。では、どんな物語になっているのでしょう。ちょっと覗いてみましょう。 お嬢様の初恋の相手の兄大一王子の誕生日パーティーもちろん俺はソフィアお嬢様に同行しているただ羊としてではなくなぜかエスコート役として普通に考えてありえない俺はローゼンベルク公爵家に代々使える名門の生まれだが貴族ではないそんな俺がお嬢様のエスコートというのは普通に考えてありえない ただまあ俺もお嬢様もまだ未成年の子供だ下手な相手に任せるより羊に任せた方がいいと思ったのだろうねえシリル今の私は美しく見えますかもちろんですソフィアお嬢様あなたはこの会場の他の誰よりも輝いています今のあなたに見とれないものなどいませんよそれはシリルも お嬢様が俺の顔を見上げるその横顔には子供の頃の泣き虫だったソフィアお嬢様がちょこっと顔を出している私ですかエスコートは他の誰でもないあなただもの他の殿方がどう思うかなんてどうでもいいわあなたは今の私にその見とれてくれているのかしら お嬢様…も,もちろん私も見とれていますよそっかお嬢様はつぶやいてつぼみが花開くように微笑んだ今のお嬢様は紛れもなくこの会場のヒロインだった美しく成長したお嬢様のもとにさまざまな貴族が挨拶にやってくるソフィアお嬢様と他の貴族との顔合わせは優雅に それれでいいてて簡潔に行われていったそうしてほどなく妙にキラキラとした少年が挨拶にやってくるその姿はゲームのスチルそのままだ第二王子のアルフォース様ですお忍びのようですねまああ、えー、っとぼ僕はあると言います えーと、あなたのお名前を聞かせていただいてもよろしいですかはいアル様私はソフィアローゼンベルク公爵家のソフィアと申しますあのソフィアさんよければ僕と踊ってくれませんかいえそのソフィアお嬢様が困ったように俺を見た 相手ははびとはいえ第二王子。頭ごなしに断るのもやはり外聞きがよろしくないと考えたのだろう初恋のお相手からダンスのお誘い本当は今すぐお受けしたいだろうにそこをぐっと押えてマナーを優先させて考えている今までずっと頑張ってきたんだからこんな時くらいわがままになってもいいのになせっかくのお誘いですから。 一曲踊ってくるといいですよそうですねシリルがそう言うのならお嬢様が少しだけ寂しげに微笑んだように見えただが気のせいだったのだろう次の瞬間には公爵令状にふさわしい微笑みを浮かべていた俺はかしこまって第二王子に連れられてダンスホールへと移動するお嬢様を見送った さてとお嬢様はすぐに戻ってくるなんて言っていたが初恋の相手との語らいがすぐに終わるはずがないというか戻ってきて俺がいなければゆっくり2人で話せるだろうというわけで今のうちに場所を移動するこの会場のどこかにゲームのメインヒロインがいる第二王子はソフィアお嬢様に夢中っぽいので 絡まれているヒロインを助ける相手がいないそれはいくら何でもかわいそうだしお嬢様の代わりにヒロインが闇落ちしないとも限らないそういう可能性は排除しておきたいというかヒロインだって俺は結構気に入っているそんな彼女が誰にも助けられず嫌な目に遭わされるのを黙って見ていられないと思っていたらちょうどタイミングよくヒロインが貴族のドラ息子に絡まれている 俺はつかつかと歩み寄りヒロインを背後にかばうように割って入った彼女が嫌がっているだろうその辺にしておけばどうだああなんだお前は俺がリード伯爵の息子だって知ってて言ってるのかこれはこれはリード伯爵のご子息でしたかでは後日改めてリード伯爵に苦情を申し上げた方がよろしいですかな、うん、それは <laughs> その必要はないお嬢様大丈夫でしたかお、お嬢様呼びかけるが俺の方をポーっと見たまま反応がない。えあ、あ、あ、あの、その、た、助けてくれてありがとうい,いえ、どうかお気になさらないでください。 本来であれば王子が助けてくれるはずだったのだそれが俺みたいな執事に助けられることになって申し訳ないそれでは私はこれで失礼しますああのさあここで小説家になろうカラバ版のコーナーです。 小説投稿サイト小説家になろうを使う際のワンポイント講座お知らせなどを毎週お伝えするコーナーです今日はどんなインフォメーションでしょうはい8月は小説家になろう内の様々なコンテンツを中心にご紹介しています今回ご紹介する公式コンテンツは小説家になろうやノクターンノベルズからデビューした人気作家の完全新作を連載中小説家になろう公式ウェブ雑誌 N スターです 「N スタ」は書籍化経験済みの作家の連載作品を多数掲載するファン出読の無料ウェブ小説雑誌でございます作品がありすぎて何から読めばいいのかわからない読者には道しるべとして小説家になろうに作品を投稿している書き手には憧れとして書籍化経験済み作者にとっては原点回帰として。 サイトユーザーがより一層小説家になろうを楽しむことができるコンテンツですエヌスターは小説家になろうトップページ小説を読もうトップページのバナーからご覧いただけます 月曜日から金曜日まで書籍化経験済みの人気作家の書き下ろし作品が連載中となりますのでぜひチェックしてみてくださいはい N スターで気になった作家さんがいたら小説家になろうに投稿中の他の作品を読むのもありです公式ツイッターアカウントも開設中で N スターについての最新情報をお届けしていますので、はい、アットマーク NARO N アンダーバースターのフォローもよろしくお願いいたします以上なろう o 河原版でした 寺島俊太と三沢幸の小説家になろうナビいかがでしたかということで。朗読が、次回がね、完結ということで。い。や今回すごいずんさん、負担が。すごかった、何役。三役ぐらい出てきましたよね。ああ、まあ実際はその。シリルが。十二歳と。シリルがそうですね、十二歳と。ええ。大人になったバージョンで、あと、まあ。ドラムスコとアルフォス様。はい、第二オーディションね、ドラムスコが出てきましたですごい。全員を、なんか。 12歳ぐらい前後ということで、うん、だいぶハードルが高いです。<laughs> <laughs> 毎年ぐらいで声変えてってっ言われるの一番きつい <laughs>、うん、でも僕のなんかいい支えがその以前ねそのすごい低音声優さんのインタビューとかをね、うん、読んだらいつぐらいからそのいい声なんですかって言ったら皆さん,なんか口を揃えてもう12歳とか11歳ぐらいから <laughs> もうあの僕声変わりしてもずっと小,小学生からこの声ですって言ってる方がね<ー>結構いたりしたんでもうそこはもうじゃあ割り切ってなん,かなんか12歳からいい声のやつもいると。アルフォスは12歳でもちょっと声変わりしていい感じの声になってるってことにしようと思って<ー>。<laughs> やりましたね。声の感じはそういう風にして、でもこうまあ十二歳のちょっと幼さというか、えちょっとおどおどした感じで、まだ女性慣れしてない感じは残しつつみたいなえ感じでやりましたね。わさすがプロですね。職人ですねもう皆さん。やめても。さすがですよ。でもこのねラジオでだいぶ鍛えられてますよ。確かに。もう何来ても大抵大丈夫ですって言っちゃうとこありますけどね。まあ今日の感想だったりとか、え次回のまあ期待だったりとかねいろいろ皆さんあの小説の感想なんかもぜひリスナーさん送っていただけると嬉しいです。メールアドレスは。 narou@mbs1179.com narou@mbs1179.com です。はい、この番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができます。またツイッターも開設していますのでフォローリツイートよろしくお願いします。つぶやく際はですねハッシュタグシャープなろう m b s でつぶやいてください。そしてパーソナリティ二人ともにツイーやっておりますのでこちらもフォローお願いします。はい。ええー、9月29日の公開収録イベントは番組ホームページ特設サイトからご応募ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ということで、小説家になろうナビ。また来週お会いしましょう。寺島純太と三沢幸子でした。バイバーイ。バイバーイ